Every day, unchanging. Day by day, no change. Not knowing if you're alive or if you're dead. That man, repeating day after day, now experiences various multiple selves. And at some times, if only you'd done something different then, you could live your life over and change things. And on one ordinary day, a strange little something happens. And then what? What type of you would you meet then? On and on, his search for himself continues. ジョニー・デップ殴られた。 マジシャンのくせに大したマジックもできないからマジックで脱出するところを見たいんですよね。それでは。
考えろ考えろ昨日はショーだったマジックはいつも通りうんちょっと失敗気味だったで憂さ晴らしに夜に野球を見に行ったんだでも満員で入れなくてしょうがなく外のカフェにいたんだ記録達成です去年までシアトルマリリンズ不動の4番として何度も優勝へと導いた沼田選手なんと今回のホームランは通算500号というメモリアルアーチそのボールは一説によると1億円以上の価値がつくのではと報じられていましたがなんと場外ホームラン現在ボールの行方は分かっておりません続いてのニュースです JR 総武線運転士吉田幸太郎38歳は16時25分ごろお茶の水駅を発車後本来止まる水道橋カフェにいたビールを注文したすいません、ハイネケンもしかして僕を殺してこの1億円のボールをそうなんですかそうなんですよね繰り返しお伝えしている渋谷区連続包丁殺人事件の続報です昨日3日夜10時に発生し10人の死傷者が出ているこの事件犯人の男は現在も逃走中です目撃情報によりますと犯人は痩せ型で年齢は20代後半とみられています血まみれの包丁を持っていますので注意してください左目には争った時にできたあざがあるようです髪型はオールバック全国の警察に犯人を発見次第射殺しても良いという通達が出ていますえ近隣の方々はくれぐれもご注意くださいやったのかもうすみませんなんだかわかりません僕マジシャンでこんな格好してるし僕がやったならやったって言ってくださいもうどうしたらいいんですか成功させたら出してやる。どうやって？1枚取ってください。で、それを覚えて、で、適当なところに戻してください。戻しましたか？あなたの選んだカードはこれですね。すみません。じゃあこれですね。何？何ですかこれ？いやいやいや。
ちょっとやめてくださいよ、これ。これでしょ、目的は。いらない。ちょっと普通に喋ってくださいよ。こっちも包丁なんていらないっすって。失った君がうちの病院に運び込まれて、あまりにも俺に似ているので、こうすることに決めた。こうするって何？あんたか。多くの人を殺して。あ、これ凶器。脱げ、着替えろ。脱げ。ボールは返す。俺になりすますつもりなのか。包丁を握らしたのは指紋をつけさせるためだな。なぜ人を殺す。人は救えないからさ。させるか。この世には自分と同じ顔の人間が3人いる。自殺に見せかけた。
じゃああと一人は